やった今年も来たよ、サチコの誕生日。でも死んじゃったらここに留まることになるから気をつけてね。そこにいるのはもしかして…シシド？やっぱり？なんでお前大人になってるんだ？いや、わかんないけど、司くん高校の時のままなんだ。かわいい。はい。はい、如月学園高等部2年9組鈴本真由さん。あのね、幸子さん、せっかく楽しい一日にするのなら、もっと明るいタイトルの方がいいと思うの。例えばどんなのがあるの？そうね、幸子のヒステリックバースデーなんてどうかな。マユ、お前何考えてるんだ。あいつは俺たちを閉じ込めた敵なんだぞ。分かってる、私だって怖いよ。でもね、なんか寂しいのかなって。レイに同情しすぎちゃいけないって言うだろ。こんな空気に飲まれちゃダメだ。分かってないのは森重くんの方かもしれないよ。あの霊の隙をつくためにとりあえず従っておくふりをするって手もあるわ。それぐらい何よ、私平気。な、じゃあ開幕だよ、ヒステリックバースデー。なんだこの音は、ラップ？なんでラップ？礼状だけにラップ。なんか怖いこと言ってるぞ、歌詞。最初の催し物だけは幸子が決めるね。そうね、幸子ラブコメみたいな。あれ、聞こえなかった？幸子ラブコメ見たいなーって言ったんだけど。ラブコメだ？うん、ラブコメ。学園ラブコメって今すごく人気あるんでしょ？まあ、そうだな。でも俺とラブコメに何の関係があるんだ？まあ、俺と篠崎が主人公っていうなら悪くねえ気もするが。今、岸沼君こっちを見た？まあ、気のせいよね。って、なこっ恥ずかしい真似できるかっての。岸沼君なんか怒ってる？ね、人気があるってことはすごく面白いってことよね。かもな。じゃあ見せてくれるよね、
ま、内容次第じゃねえのか。テクノボ、例のものを配ってちょうだい。なんだこれ、台本ってやつか。天神小学校ハーレムスクールデイズラブラブ大作戦だ。うん、面白そうなタイトルでしょ。ラブコメとか詳しくねえけど、ろくでもねえタイトルだってのはわかるぜ。俺、主役なのか？まあ、そうみたいだな。まあ、別にいいけどよ。俺が主役ってのも変な感じだしな。他に出るのは、中島に篠崎。篠崎も出るのか？ってことは、ハーレムの一員？なんか気分悪いぜ。って、続き。それに、ゆい先生に、ゆかもいるのか。へえ、他にも結構出んだな。桐崎東子って誰だ？それに、水原さつきって、ゆかの友達だっけ？ま、とりあえず中身見てみるか。うん？ってこれ、サトシが理由もなくモテモテになるだけじゃねえか。だってラブコメってそういうものだよね。主人公が大した理由もなくモテるものでしょ。かもしれねえが、こんなものを篠崎たちにやらせられっかよ。私は別にいいけど。本当にいいのかよ篠崎。ハーレムだぞハーレム。まあしょうがないわよね。え、じゃあもしかして中島もか。私も主人公がサトシだったらいいかな。あ、別に変な意味じゃなくて、その知らない人だと怖いってだけだけど。ユカもか。え、まだ台本読んでないけど、お兄ちゃんとならいいかなって。ユイ先生もかよ。え、岸沼くん、私まだ何も言ってないのに、なんで怒ってるの？先生も賛成なのかよ。もろ手を挙げて賛成ってことはないけど、怖いのよりはいいんじゃないかしら。って、みんなは言ってるけど。うるせえ！篠崎たちがいいと言っても、この俺は認めねえぞ！お兄ちゃんさっきと言ってること違う。そうよ、岸沼くん。何を熱くなってるの？篠崎？ちっちゃい人間と思われるかもしれないが、俺は、お前がサトシと仲良くするところなんて見たくないんだよ。とにかく俺はこんな茶番には付き合わないからな。そもそもお兄ちゃんの出番はないけど。だとしてもだ、俺は絶対に反対だ。
俺も気に入らねえな。主人公にするならこんな特徴のないやつより俺にするべきだろ。え、特徴ないの俺？というかそんな話してなかったよね今。聞こえなかったのならもう一度言ってやる。主人公にするならこんな特徴のないやつより俺にするべきだろ。言わなくていいよ。っていうかそこじゃないだろ俺が突っ込んだの。持ち田に特徴がないかどうかはともかく、俺もこんな茶番に付き合う気にはなれないな。それにやるとしても主役は演劇経験者の俺がやった方がいいと思うけどな。え？森重も否定してくれないの？聞こえなかったのならもう一度言おうか。いやだから聞こえなかったとは言ってないだろ。俺否定してくれないことを嘆いてるだけだよ。持ち田に特徴がないかどうかはともかく、俺もこんな茶番に付き合う気にはなれないな。それにやるとしても主役は演劇経験者の俺がやった方がいいと思うけどな。今言わなくていいって言ったよね。なんで余計なことはたくさん言うの。特徴がないかどうかはともかくサトシ、お前も反対だよな。こんな茶番に参加するのは。ヨシキ、お前も否定してくれないのか。聞こえなかったのならもう一度言うぜ。だからもう言わなくていいよ。俺が嘆いているのは聞こえないことじゃなくて。どっちでもいいだろそんなこと。今はこの台本通りにラブコメをするかどうかって話をしてるんだ。それはそうだけど。なあ、お前に特徴があるとかないとかの問題じゃねえんだ。だろ？うん、そうだよな。関係ないよな。でもちょっと気になるんだ。なあヨシキ、お前もそう思ってるのか？ヨシキ。もしもし、ヨシキさん。どうしても答えないといけないのか？すごく答えづらい質問だったの？俺に特徴があるかどうか聞くのってそんなに厳しいことなの？お兄ちゃん。ねえユカチ、もしかしてユカチのお兄さんって特徴ないの？キャラ当たってないってやつ？みんな言ってるし、誰も否定しないよね。でも、そんなにはっきり言ったら、いくらなんでもお兄ちゃんがかわいそうだよ。ゆか、まさかお前まで俺のことを。違うよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんってすごく主人公っぽいよ。かっこいいし、やるときはやるし、最後はやっぱりお兄ちゃんがいないとだし。それって特徴があるって言えるのかな。ないと言ってるようにしか聞こえないですよね。普通の主人公って感じですよね。さつきちゃん。え？でもさゆかち、主人公みたいっていい意味だけど、要するに普通って意味でしょ？だったよね。んなことはどうでもいいんだよサトシ。そうだった。今は俺に特徴がないかどうかなんて関係ないんだった。サトシ、お前も反対だよな、こんな台本。俺はもちろん反対だよなサトシ。
サトシ？俺は賛成だ。せっかく今日は怖いのはなしって言ってるんだから、ここはおとなしく従うべきだと思う。見損なったぜサトシ。お前は自分さえ美味しい目に会えるなら、俺や篠崎がどう思うがいいってことかよ。違うよしき。俺はただ幸子には逆らわない方がいいって思ってるだけで、それに篠崎も問題ないって言ってるし。なあ、篠崎も従った方がいいって思うよな。うん。本気で言ってるのか篠崎。え、私さっきもこの台本でいいって言ったでしょ。だけどよ、でもサトシが主人公でハーレムなんだぞ。だからそれも持田くんならいいって言ったはずだけど。岸沼くん、何を聞いてたの。よしき、大丈夫か。なんかショック受けてるみたいだけど。台本にはお前は出てないし関係ないだろう。サトシ。ん？サトシ。俺はもうお前のことを友達とは思わねえ。ヨシキ、なんでそこで怒るんだよ。なんでラブコメをした方がいいって分かってくれないんだ。分かってないのはお前の方だサトシ。俺、お前が何を言ってるのかわからないよ、ヨシキ。とにかく、ラブコメには反対だからな。どうして。せっかく楽しい一日にしようと思ったのに、どうしてそんな風にいがみ合うの。どうしてって、お前がふざけたことを言い出すからだろうが。ひどいお兄ちゃん。もうお兄ちゃんなんて呼んであげない。死ぬ間たちがそういうつもりなら幸子にも考えがあるからね。やべえ、激凛に触れちまったか。逃げたい奴にはチャンスをあげる。もちろん簡単なことじゃないけどね。あのドアの先には脱出ゲームがあるの。もしゴールまでたどり着けたら、その時は誰かもう一人と一緒に逃がしてあげる。一人じゃ寂しいでしょ。マジかよ。もしゴールできたら。だけどね。大丈夫ラン。平気だよ嫁。